扱うニュースの内容がページごとに決まってるっていうことは、地域を調べ、新聞を作ることを通じて自分たちの暮らしを知る、富田瀬学校。今回は竹田市の白根小学校です。君らが調べるテーマっていうのは、富田瀬学校白根小学校。九十高原の裾野にあるのどかな田園風景が広がる白根地区。白根小学校の校区には加藤清正が整備した参勤交代の道である肥後街道が通っています。今回新聞を作るのは6年生の11人。文化遺産として今も残る肥後街道について調べて新聞作りに挑戦します。新聞ってどんな作り方をしているのかな。大分合同新聞社竹田支局の原田光一記者に取材の仕方や記事の書き方を教えてもらいます。お仕事は竹田市の出来事を、まあ、文章にする仕事をしてます。であと写真撮ったりもしてますというところです。新聞ってどういう風な構成になってんのかなって。そもそも新聞って何が載ってんだろう。ニュースが、えらい、さすがよね。ニュースが載ってます。ニュースで、昨日で起きたこととかが載ってるよね。で、新聞ってどういう風に作ってあるかってちょっと中身見ていこうと思います。この一面、新聞の大分合同新聞っていう文字が入ってるよね。で、これ大分合同新聞が一番大事だなって思ったニュースが一面にパンって入ります。左の上なり右の上に社会とか書いてあるよね。で、こういう風に扱うニュースの内容がページごとに決まってるっていうこと。ニュースは必ずしもなんていうのかな、誰かから教えてもらったりとかいうものではないです。街を歩いてて探す、そしたら見つかるものっていうのがあります。最初に見出しを見た後に見出しより詳しく見るものが第一段落で、それから文章全体を読むか読まないかっていうのは読者それぞれだから、これを読めば大体何が書いてあるかっていうのが分かるように作ってあるっていうところです。それが新聞記事の特徴かなというふうに思います。文章全体のどこかに入れて、いつどこで誰がなぜな、何をなぜどのようにっていうのが分かるような文章を作ると相手には分かりやすいかなと思います。ちゃんと資料を調べてどういうふうなものを書きたいのかっていうのを考えて、そういって確認作業をやっていくといいと思います。それで自分が知りたいもの、書きたいことっていうのを決めて、その肥後街道を歩けば自分の目で改めて確認できるもんね。今日僕は初めて新聞作りのことを知って、新聞はみんなが楽しめる、新聞を作るんだなと思いました。僕もみんなが楽しめるような楽しめて面白い新聞を作りたいと思いました。今日の授業で新聞の知らないことがたくさん知れました。分かりやすくて面白い新聞を作りたいです。今まで新聞は普通に読んでいたけど、新聞に最初に 5W1H というのがあってびっくりしました。僕も 5W1H を目指してみんなが読みやすくて楽しい新聞にしたいです。そうそう、井の忠敬。取材までの準備や記事の書き方などたくさん分かったね。次回子どもたちは学校を飛び出して取材に出かけます。ここを通ってな。